はい、はい、うん、今日はね1時間のカウンセリングで、はい、まあ、あの多分40分ぐらいかな、はい、あのちょっと重苦しい話を、はい、重い話をすると波動が下がりますから、はい、あのね、いい話、はい、まあ、安田記念の話をね、はい、あの競馬教室、はい、毒親育ちと毒夫の妻のための競馬教室ね、はい、で、コラボ、はい、うん、今回安田記念ですね、はい、うん、じゃあ初めてはい、の競馬、うん、超初心者の方も聞いてくれてるみたいなんで、はい、安田記念とは、はい、安田記念とは、うん、1600m いう、うん、という、うん、マイル線です、うん、でこの春の、うん、マイルの、うんうん、チャンピオン一番速い子を決める、うんうん、一番を決める、ね、そうですね、 1600m というこれ1600をマイルというんだよね、はい、マイルと言います、うん、競争の、はい、男女、はい、関係なく関係ない年齢も、3歳以上であれば、はい、あのまあ言えばほとんどの馬っていうことやね、そうですね、まあ、2歳の子以外のほとんどの馬の、はい、まあ、1位決定戦と春のね、うん、まあまあ中距離、まあ、うん、短距離に近い中距離やね、はい、そうですね、うん、はい、今回ははい、ね、買い方がポイントだと思いますね。ああ、そこがまたちょっと悩んでるんですよね、うん、今回は買い方ですね、はい、うん、まあなぜかといえばもう分かっている通り、あの非常に圧倒的に強い馬グランアレグリアが出てるということ、はい、なおかつ中2週であるということ、中2週なんですね、過去データ的にはその中2週で、はい、勝った馬がな、まあ、ほとんどいないということ、うんうん、ただグランアレグリアは、はい、アーモンドアイに1600で圧倒的に勝った、はい、うん、ちょっと今までの馬とはこう、うん、一味違う馬であるということ、そうですね、はい、うん、僕はグランアレグリアに関してはね、はい、僕がまあ競馬を始めて20年ぐらい今経ってるんだけど、このマイル戦ということで今までいっぱいあのいい馬がいたんよね、大気ブリザードとかね、昔いろいろいたんやけど、あの僕ちょっとねグランアレグリアね、あの評価が低いと思うわ。あ、そうですよね、今2倍とかなんですよ、あのやっぱなんていうかね、こう予想屋さんとか、はい、まあ、競馬をしてる人とか、はい、あの解説してる人が、うん、僕グランアレグリアの、うん、やっぱりあのなんていうかな、こう最初の頃ね、そうちょっとこう波があったんで、はい、あのどうしてもちょっと、はい、ね、こう信じられない、うん、でも僕は、うん、ものすごく強い馬じゃないかなって思うんで、うん、まあ、そうですね、ただ強い馬であればあるほど、うん、そのなんていうかな、こう心肺機能ってわかるから、はいはい、あの人間もそうなんだけど、はい、その人間もスポーツ選手なんかもそうなんだけどね、全然、まあ、例えばほら最近やった大谷選手が連続で出てって、はいはいはい、やっぱりどうしてもそのこう、まあ、手術のせいかもしれないけど、こう球速が本人もわからないんやけど10キロぐらい落ちたりとか、はいはい、まあ打てなくなったりとか、ね、あれっていうのはその、はい、うん、分からない疲労なんよね、うん、そうですね、でやっぱりこう優れたスポーツ選手、うん、優れた馬ほど、はい、うん、多分そこは大きいと思う、うん、常に全力なんで、そうです、全力の馬です、言ってること分かるよね、はい、全力になると、はい、まあ言えば余計な物質であるとか、うん、まあ、筋肉疲労であるとか、うん、まあ、さまざまなものが体に蓄積して、はい、まあ、さまざまな体の機能が低下してしまうというのは僕は避けて通れない、うん、だから強すぎるからこそ、そうなんです、強すぎて真面目すぎるほど、うん、もしかしたら2着も、はい、そうですね、うん、ありますよね、危ないかも、はい、3着とか、そうですね、それとかももうちょっともう掲示板外になる、掲示板外とか、うんうんうん、それはもう見えない疲労、うん、
分かるよね。去年の、まあ、アーモンドアイちゃんと同じローテーションなんで、うんうん、そう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 、それとかまあそのちょっと不利を、そうですね、不利がやっぱり、うん、でこうやっぱりね、動物っていうのはその、うん、万全な状態であれば、はい、こう不利を回避できるんで、ね、まあ、人間もそうじゃん、はい、だけど見えない疲労が溜まっていると、うん、不利を回避できないよね、うん、そうすると不利を受けちゃう、はい、それとかスタートが遅れちゃうとか、だからそこも考えるというレースだなって思う、うんうん、そうなんですよ、うん、まあ多分静香ちゃんも同じこと考えたんだけど、はい、これ今静香ちゃんに説明してるというよりは、はい、YouTube 聞いてる方に競馬って深いよって、深いですね、もうあっさりぶっちぎりで、はい、グランアレグリアが勝つ安田記念かもしれない、はい、掲示板からも外れるかもしれない、うんうん、2着3着どころか ね、あのアーモンドアイちゃんの有馬記念の時みたいに、そう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 、ね、そういう2つの可能性がある、うん、まあ、レースだっていうことね、はい、そうですね、うん、まあ、こういう難しいレースがあるから、はい、あの面白い、うん、まあ、当たれば大きい、はい、っていうこともあるんで、はい、まあね、あの超初心者の人で、はい、まあ、せめて秋ぐらいから1回ぐらいやってみようかなとか思う人はね、はい、うん、あのこういう難しいレースがどうなるのかっていうね、うんうんうん、そういうのをきっかけにやってもらいたいなと思うけど、うんうん、はい、じゃあそこでです、そうですね、うん、4頭ボックスにするのか、はい、グレンアレグリア軸の馬連の、さすがに馬単はちょっとやばいんで、これのどっちかっていうことになるわけよ。そうなんですよ、うん、どっちにしますか、どっちにしよう、もう相手の馬選びよりも、そうなんです、どっちを選ぶか、どっちをするかっていう、そうなんですよ、うん、まあじゃあ考えやすい、例えば4頭ボックスにした場合、はい、うん、はい、あとの3頭っていうのはどれをするの、それもですね、うん、上位、うん、上位、うん、まあ、グランアレグリアを入れて、うん、上位4頭なのか、うん、いつものようにでも安田記念でちょっと荒れるかなっていう、うんうんうん、イメージがあるんですけど、うん、アーモンドアイちゃんですら2回走って、うんうん、1回は3着、うんうん、でもほら今回はもう基本的にあ生まれんで買うわけだから、はい、グランアレグリアが3着になった時点で、うん、まあ、例えばサリオス、はい、1位の、うん、インディチャンプが2位、うん、まあ、これ馬連だったとしても、はい、馬番で言ったら18、はい、18になっただけでも多分どうなる、10倍ぐらいつくんかな、結構それぐらい、18の馬連が26倍ですね、うん、今だったら、まあ、YouTube 聞いてくれてる人のためにも1000円買うから、静香ちゃんは、まあ、はい、2万6000円になるっていうことだよね、うん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 、だからそこを狙うのか、はい、4頭ボックスっていうのはもう基本そこを狙うんやね、そうですね、まあ例えばサリオス、インディチャンプ、はい、うん、もう1個はどれにするんかな、そうですか、まあちょっと、うん、危険というか、うん、ダムノンプレミアムか、うんうん、ラウダシオン、うん、ケーデンスコールあたりは、うんうん、ねえ、まあ、何かをまあ入れた、はい、まあ、例えばダムノンプレミアムを入れたとしよう、はい、そしたら、16の生まれんはいくらですか、16は 69.3 倍ですね、うん、86はいくらですか、86生まれんですね、86と8ですね、うん、インディチャンプとダノンプレミアム60倍です、うん、ということはまあ1000円で6万円ぐらいということだよね、うん、はい、うん、そっちを狙うのか、うん、もう、うん、グランアレ、まあ僕はね、もうグランアレグリアの生まれんってなってきたらね、はい、もうグランアレグリアを応援するという、そうですね、応援馬券になると思うよ、確かにそうですね、うん、あのゲームとして配当狙いに行くんだったら、はい、僕は面白いのは4頭ボックスだと思うよ、そうですね、うん、もうこれはもう、うん、言ってること分かる、はいはい、うん、だから目安、うん、なんていうかな、こう基準としては、はい、グランアレグリアの6頭流しですれば、はい、それもグランアレグリア応援馬券だと、はい、じゃあ自分のグランアレグリアに対する気持ちっていうのを目安にすればいい、はいはい、4頭ボックスってなったら、あ、こ、あの今年今
で、この春の G1、はい、プラス1万5000円やと。それがね、9100円だったんですよ。プラス9100円だと、はい。そしたら、なおさらや、はい。なおさらいいじゃん。ここで、1万円以上に乗せるっていうことを考えたら、4等ボックスよね。そうですね。なんでかっていうと、グランアレグリアが1、2着に来たら、うん、まあ、例えばこれ、グランアレグリアの、1号の生まれ 6.5 倍です、うん、トントンですね。ね、で、5倍です、うん、ね、うん、っていうことはもうマイナスです。マイナスなんよ。はい、で、あと2レースしかないんで、はい、今年目標は1万円です、うん、ということは、はい、安田記念の方が当たる確率は高いわけやから。そうですね。ね、はい、4等ボックス、はい、と思いませんか。思いますね、はい、うん、っていうのはしずかちゃんは4等ボックス、うん、まあでも今回はね、はい、軸の流し、はい、で、まあ後輩等があったっていうのはまあ大きいんやけど、はい、まあ自分の王道としては、うん、はい、4等ボックスなんで、うんうん、気持ちの中ではどっちの方をしようと思ってたの。昨日の、うん、夕方ぐらいまでは、うん、もうやっぱり中西中やし、うん、4等ボックスの方がきっと安全だろうっていうのがあったんですけど、うん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 、見ていって、うん、グランアレグリアに勝つ馬がわからないと思って、4.5。 いや、普通にまともに勝つっていう馬はいないわけよ、うん、そうなんですよ。だからグランアレグリアが、はい、負けるとすれば、はい、疲労か不利なんよ。そうなんです、そうなんです。いや、だから疲労か不利を予測するということが4等ボックスなんよ、はいはい、そうです、そうです。言ってること分かるよね、はい、うん、だから今回のレースで、うんうんうん、もう、まあ、例えば負けかなんていうかマイナス額をできるだけ増やさないという考え方、はい、うん、安全策をするんやったらグランアレグリア軸の6頭流しやと思う、はい、うん、僕は個人的にはグランアレグリアぶっちぎりやと思うよ。そうですよね、うん、私もそう思います。疲労が残ってたとしても、うん、僕は僕の感覚としては、うん、グランアレグリアは今までの馬とは違う、はい、で、まあ、すごい不利を受けたらちょっとわからないんですけど、うんうん、僕は不利も、はい、ほぼほぼないと思う、まあ、そうですね、うん、枠もいいですしね、うん、静香ちゃんがどっちにするかよね、はい、だから次最後のレースって何だったっけ。宝塚です。宝塚何が出んの馬は。黒のジェネシスです。あの変化はまた当てにくいや、はい、そうなんですよ、うん、私なんかこう安田記念じゃないわ、うん、有馬記念とか宝塚記念当たったことがなくて、うんうん、うん、まあ、宝塚記念とか有馬記念はね当てにくいレースなんよね、はい、だからここで当てに、はい、当てたい、当てて爆上げしたいです、うん、まあどっちにしろ4等ボックスにしても、うん、例えばグランアレグリアとサリオス、うんうんうん、グランアレグリアとインディチャンプであれば、うん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 、そんなに配当は高くない、はいはい、うん、まあ最後のレースにかける、はい、まあ、ダノンプレミアムあたりが来る、うん、うんうんうん、56だと14倍、うん、どっちにしますか。どっちにしましょう、うん、どっちが、もうこれもどっちするかっていうのはこれも静香ちゃんが決めなんだ。そうですね、だってもうこれどっちにするかで、うん、
あの配当に関してはもうだいぶ変わるよ。そうなんですよ、うん、グランアレグリア、グランアレグリア、普通に考えたら普通に勝つんです。普通に考えたら普通に勝ちますね。アーモンドアイちゃんもあんなにスタート興奮して2着ですからね、うん、でまあ簡単に言ったら、うん、安田記念これもし負けたら、はい、プラス3000になるよね、はい、でこの次負けたらマイナス3000になるよね、はい、グランアレグリア6頭流しやね、うん、なぜかというと2着がわからないですもんね。そう、はい、だってもうグランアレグリアが来ないことを考えて4頭ボックスを買うとよりは外れる可能性が高くなってくるわけだから、はいはい、それは配当は大きいけど、うん、配当が大きいっていうことは外れる可能性が高いっていうことだから、はいはい、それから考えたら、はい、やっぱり今回で外れるっていうのはちょっと痛いよね。痛いです。当たって1000円マイナスとか、はい、チャラとかにしとかんと、はいはいはい、ねだって今回当たれば、はい、次負けてもプラスなんよね、はい、そうやろ、はい、そうやね。そうですね。え今回もだからもう応援せなあかんのちゃう。そうですね、うん、応援せなあかんの、ね、去年ね、うん、なんか応援せなあかんの。そうですね。結論としては、はい、私のこの競馬ゲームの黒字のために、はいはいはい、グランアレグリアを応援をすると、はい、そうですね、条件的には厳しいけど、はい、応援すると。そうですね。いや藤沢先生の、うん、あのインタビューを見ても、うん、これは、ね、きっと自信があるに違いないとは思ってるんですけど、うん、ね、まあ問題も言うても2着に来たから、はい、そうですね。でも1600ではまあ、はい、うん、ぶち切りですよね。グランアレグリアの方が圧倒的に、うん、強いと思うん で、 そうです、ね、まあ、2000になるとワーモンドアイの方がもうありえんぐらい強いけど、ね、中距離になるとアイモンドアイちゃんの方が、うん、ね、うん、ということは、はい、ゲームのことを考えると、うん、生まれ の、うん、あの応援にはさ2種類あるじゃん、はいはい、好きな馬が出たから、はいはいはい、アーモンドアイが出たから応援しますっていうのと、はいはい、私のゲームのために応援しますと。そうですね。じゃあ今回は、はい、グランアレグリアを、はい、応援ということで、はい、6頭流しということにして、 そうですね、はい、その6頭は、はい、じゃあ6頭にするときに、なんか切りそうな馬で僕が気になる馬がいたら言ってあげるわ。あ、はい、うん、もうこれは絶対切るっていう馬が多分3頭ぐらいいるんじゃないの。3頭はいます。うん、ダイワキャグに年齢的に来て、ですね、カテドラル、うんうんうん、あとカデナも竹さんなんですけど、うんうん、ちょっと待って、僕も今日競馬しても勝ってない。カデナはね結構 G1 出てるんですけど、うん、2着に来とるイメージがなくて、うんうん、ね、僕が、考えなきゃいけないなって馬を発表します、はいはい、ギベオン。あ、ギベオン、そうですね、空手、はい、そうですね、わかります。カテドラル、カテドラルか、うん、この3頭はちょっと考えてください。カテドラルね、うん、で決める時間は50分ですね。はい、うん、だからグランアレグリアの生まれん軸、生まれんの6頭流し、はい、これでギベオンと空手と、うんうん、カテドラルは、あんまり簡単に
あの一気に外さないように。そうですね、ギブオンと空手は私もちょっと考えるとは思ってたんですけど、うん、カテドラルは考えてやめました、うん、これですね、カテドラルっていうのはハーツクライ産区ですね。そうですね、ハーツクライ産区っていうのはですね、あの年齢が遅咲きですね。遅咲きなんで、はいはい、で、あのこの最近のレース見ても、はい、あの東京新聞杯2着、はい、でその次も4月2着、うん、そうなんです。これが今上がり調子の時であれば、うんうんうん、今回、はい、2着ぐらいが、なるほど、うん、ね、まあもちろんその空手が、はい、まあ参戦、そうなんですよ、参戦勝ってるんで、まあ上がり調子でしょう。そうです、そうですね。ニギベンはデアリングタクトと、そう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 、私の大好きな奇跡くんに勝ってるというね、はい、うん、まあ簡単に言ったら、言うてもサリオスとラウダシオンは4歳です。そうなんです。サリオスは好きなので、うん、まあ、応援の意味を込めて、うん、ただラウダシオンがですね、だからまあシュネルマイスターは3歳やし、そうなんですよ、ラウダシオンは4歳やし、うん、サリオスは4歳やし、やっぱりでサリオスはまたハーツくらいやし、はい、そうなんですよね。でラウダシオンがリアルインパクト、はい、でもレアルインパクトは3歳の時にこれ買ってますか、うん、NHK マイル買ってるね。ラウダシオンがですよね。そうそう、お父さん。ちょっとだけ待ってね、はい、はい、ちょっと途切れてしまいましたけどね、はい、うん、まあそれで、うん、うん、まああと2レースなんで、はい、この前の秋に続いて、はい、黒字にするということにも目的を絞って、はい、うん、そうすると安全策ということで、はい、グランアレグリアからの6頭流し、はい、うん、で万が一、うん、グランアレグリアがやられない限り飛んじゃった場合は、はいはい、2人で全力で宝塚記念に向かうと、はい、うん、だからまあ安田記念でちょっと、はい、あのギャンブル性を少し下げる、はい、まあ、安田記念僕も考えててね、はい、4頭ボックスにしたら意外な高配当でちょっと面白いなとは思ったんやけど、そうかと、あの計算が違ったんやなと思って9100円やったんです、うん、というのは1万5000円プラスだった場合はもう2レース負けてもプラス3000円だったからよかったんやけど、まあそれはしょうがないんで、だったらすぐにその方向を変えて、うん、まあ、何事もマイナスって良くないんで、そうですね、終わってしまえばマイナスは良くないんで、はい、波動的にも、はい、じゃあちょっと安全策ということにしようかね、はい、うん、ほんであの気合い入れて、はい、グランちゃんを応援しましょう、はい、うん、ではそういうことにしときましょうかね、はい、うん、じゃあ、グランアレグリアがぶっちぎりで、はい、あ、昨日あれ見た動画、あのイギリスのオークス、いや、また見てないです。スノーなんとかって、はい、あの、はいはいはい、ディープの子供の、はい、デッドールさんですね、14馬身差か16馬身差で後で見て、はい、あの YouTube に上がってるから、はい、すごいよ。本当ですか、うん、あれですね、デッドールさんですよね。そう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 、もうすごい、もうすごいから、へえ、なんかあの漫画みたいで、そだってオークスやのに、はい、オークスってまあ G1 って、まあ、ね、YouTube 聞いてる人、はい、日本でも早い ね、はい、そうですね、あのその世代の一番、はい、女の子の一番決めるやつやけど、はい、びっくりした、あのなんで昨日夜ね、はい、YouTube にこんなにいっぱい上がってくるんかなって思って、ね、確かに Twitter にもずっと上がってて、うん、なんだこれと思った、うん、英語で書いてあったから、はい、んって思ったら、あのオークスやって、そうなんですね、うん、で、へーと思ってずっと見とったら、はい、はっとか、うん、もうぶっちぎりもぶっちぎり、あ、じゃあ、うん、グランちゃんにも、そう、だからあれ見た時にぶっちぎりやなと思って、はい、女の子ですしね、女の子ぶっちぎり、はい、これって何かのサインかなと思って、はい、ね、じゃあ、検討を祈ります、はい、ありがとうございます、はい。